1080スノーボーディングは、任天堂より発売されたアクションゲームである。スノーボードで雪山を滑り、ライバルを相手にレースを行ったり、トリックを成功させると入手できるスコアで競ったりする。宮本茂がプロデューサーを、永田ゴン太が作曲を務めた。スノーボードメーカーのLamarの協力を得ており、1999年モデルのLamarのスノーボードを使用する。バーチャルコンソール版は、ファンタなどの実名メーカーの表記が削られた、ウェーブレス64と異なり、Lamarのスノーボードがそのまま登場している。タイトルの1080とは1080度水平方向にスピンするスノーボードのトリック名称である。今作の正式名称はカタカナで1080スノーボーディングと表記するが、ゲームロゴには数字で表記した1080度が大きく使われているため、カタカナではなく1080度と書き記す場合も多い。続編として1080シルバーストームが発売された。1080シリーズは同社のウェーブレースシリーズと世界がリンクしており、両シリーズに登場するキャラクターも存在している。以下の説明は、任天堂64のコントローラのボタン名称を用いる。トリックは、着地に失敗すると成功とみなされない。着地に失敗した場合や、その他キャラクターにダメージがあった場合は、マッチレース、タイムアタック、2P 対戦モードでは画面に表示される。ダメージメーターが増え、メーターがすべて点灯すると、リタイアとなる。トリックはコンボが可能。スコアが高くなる。コース滑走前には、レギュラースタンスか、グーフィースタンスを選択するが、どちらを選択しても、不自由はない。コース内の雪質はいくつかの種類からなり、ノーマルの圧雪のほか、雪の深い新雪やエッジの効きにくい、アイスバーンなどがある。次のキャラクターの他にも隠れキャラクターが存在する。ありがとうございます。